ここはどんな場所なんでしょうか。はい、ここはですね、人生4カットっていうプリクラを撮影できる場所なんですけど、まあ、皆さんが、知ってるプリクラは結構目が大きくなったりとか、こう肌が白くなったりとか、いろんな加工が、つくものなんですけど、これは落書きもなくて加工もない韓国プリクラっていうプリクラになっています。何がいい？エモい。昔のレトロっていうか、そうです。まず今時女子がどうやってプリクラ撮ってるのかっていうのをね、まず見たいんで、ちょっとお手本見せてもらってもいいですか。はい、3人で撮っていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、お願いします。3日目は私。うわ、絵になるな。はい、違和感ないもんな。何色にする？まず背景の色を決めます。はい、4枚とも同じ背景というか、こうシールになった時の枠の色が種類があって、はい、はい、開始です。はいです、はいです。何したっけ？19ポーズです。何それ19ポーズ分からへん。あと LJK って何なの？そう、俺もね、それから気になってんね。LJK じゃない、ラストじゃない、ラスト JK じゃない。あ、GBTQ じゃない、GBTQ じゃない、違う、ジェンダーレスな世の中ではないよ。大切なテーマです。ちゃんとみんな見て勉強してよ。なんかね、間が10秒しかないので、なんかすごい入れ替わりが激しい。天やわや、天やわや。何そのピース、見たことないねんけど。喋りもしなくなっちゃった。はい、終了です。え、早いよ。終了です。さあ、それでは早速撮ったものを見せてもらってもよろしいでしょうか。はい、こちらになります。シンプルやな。すごいシンプル。枠の柄とは変えれます。あとフィルターも決めれます。あ、フィルターみたいなものはあるんだ。はい、あります。それぞれなんかポーズはなんかあるんですか？はい、今流行りのポーズがあって、名前があるんですけど。名前があるの？わかんないよ。1つ目はこのポーズですね。なんか言ってたもん、なんとかとか言ってて。ウルトラセブンじゃない？古い古い。ゆうたくんなんすか？ピッコロやろこれ。マカンコーサポーズ。マカンコーサポーズ。全然ポーズ違うだろう。正解はチュキチュキポーズです。チュキチュキポーズ。だからスキスキみたいな。チュキチュキってことなんだ。へえ。全然分からない。いやー、いい。でちょっとこう曲げるのが。あ、そう。え？でほっぺにつけ、可愛いです。あ、いいじゃない。そして2つ目のポーズがルダハート。続きまして、これです。うわー、え、ちょっと地獄ない？そう、ひなたちゃんだけちょっと違う、特殊案件みたいになってる。これが正しいです。このつむじに一個刺すって、ここが開くって。絶対ゲリズムピースにしよう。違う。かわいい後輩の前でこいつら何言ってんだよ。やめろよ。ゲリツボピース。ここって押しすぎたゲリになるって言わない。言った。もんだ、かわいい名前ですね。ゲリツボピースでしょ。やめろ。はい、ここまで。これ以上は見せられません。ジェネコーフルはアベマ限定で公開中です。続きが気になる人はここをタップしてチェックしてね。みんな絶対見てね。